皆さん、こんにちは。社会システムと社会理論の授業です。担当は猪俣祐介です。今日は、スライドショーなどないので、口頭での、授業になりますので、皆さんメモを取りながら聞いてください。社会システムと社会理論というのは、昔社会学と言ったように、社会学の内容です。で、今回の説明は、社会学者に従って、授業をしたいと思います。で、社会学者の中で極めて重要なのが、ウェーバーとデュルケームの二人になります。で、社会学というのはどういう学問かというと、いろんな定義がありますが、一つは、近代化を分析する学問という考え方があります。で、ウェーバーは近代化を合理化の過程と捉えました。で、これは極めて重要で、合理化について言うと、目的合理的行為、価値合理的行為、感情的行為、伝統的行為という、4つの行為の類型というのを、行為のところで説明しましたが、このうち、その目的合理的行為が、世界を支配していくというのが、ウェーバーの考え方です。で、価値合理的行為っていうのは、走れメロスのように、結果を度外視して、つまり自分が処刑されてもいいやっていうことで帰るっていうのが価値合理的行為ですが、こちらよりも、目的合理的行為の支配ということを、ウェーバーは憂慮したわけですね。で、一方で、デュルケームの方ですが、デュルケームは、アノミー的自殺という、アノミーの概念で、説明しました。で、アノミーというのは、欲望の無規制状態。これはよく出るので、必ず覚えていてください。欲望の無規制状態になると。そうすると、アノミー的自殺が増えるという話を自殺論という本で書きました。で、最近はあんまり、著書名を答えるという問題は出ませんが、出てもおかしくないので、自殺論という本を書いたのがデュルケームだということも、覚えていてください。で、アノミーっていうのは欲望の無規制状態だっていうのが、あんまりピンとこない人は、何やってもいい、あなたは自由だと言われると、かえって不安になるという、この不安っていうのが重要になってくるわけですね。で、不安になって自殺してしまうと。で、こういう逆説的な話ですね。つまり自由になったら、人々は自由に生き生きと生きるんではないかと考えるところを、あえて自殺するっていう方向に注目するというのが、社会学の特徴です。社会学の特徴は2つあって、1つはその逆説的であるということと、もう1つは近代化を悲観的に捉えてるっていうことですね。悲観的っていうのは楽観的の逆で、近代化が進めば進むほど人間は不幸になっていくという考え方が、社会学者一般の考え方です。で、ウェーバーは鉄の檻、これは出るかもしれませんので、メモっといてください。鉄の檻という概念を提示して、形式合理性ですね。これは目的合理的行為とほぼ一緒です。目的合理的行為について説明すると、目的と手段で成り立っている行為ですね。で、手段というのは何かというと、目的を達成するための、手段ですけれども、目的合理的行為の場合は、最小の、コストで最大のパフォーマンスを上げるということを考えていると。で、これは一見いいように見えますが、突き詰めていくと、フリーライダーの話になってしまうわけですね。コストゼロっていう人が出てくるっていうようなことです。これは
極めて憂慮すべき事態なわけですね。社会が崩壊します、こういう人ばかりだと。みんな何らかのコストを払って、ベネフィットで、まあ、パフォーマンスであり、まあ、ベネフィットの方がいいかな、利益を得るというのが、まあ、ミクロ経済学の常識なわけですが、まあ、それを破ってくる人がフリーライダー。このフリーライダーというのもよく出題されますので、きちっと、惑わされないようにしてください。フリーライダー、これまで出てきたパターンっていうのは、その自由な人であるみたいな、そういういい意味で取って出題してくるっていうんで、それは間違いっていう出題ですね。フリーライダーって一見聞くとフリーってついてるんで、いい意味があるように思うかもしれませんが、これが間違いということです。で、話を、ウェーバーに戻しますと、鉄の檻っていうのは、鉄の檻のように形式合理性ばかりがこう重視される社会になってしまうと。で、これは、マートンですね。これはマートンは重要なので、後でもう一回述べますが、マートンが官僚制の逆機能ということで話したこととつながります。マートンは官僚制の逆機能ということで何を、説明したかというと、官僚制が、規則を遵守というのは厳しく守るっていう、遵っていうのは尊重の尊が作りで、信用の難しい漢字ですが、規則の遵守を優先させるがあまり、非合理的な結果を生むという、そういう矛盾のことを官僚制の逆機能というふうに説明したんですが、官僚制っていうのはズバリ、形式合理性が高い組織だということが言えます。まあ、この辺はまた組織の話で、ウェーバーについてまた話をしたいと思いますが、話を合理化の過程だという話で、戻していくと、ギュルケもアノミ、ウェーバーは、合理化。で、また重要なのがテンニスってことですね。テンニスの場合注意してほしいのが、ゲマインシャフトからゲゼルシャフトへという、まずゲマインとゲゼルという順番だっていうことと、加えて気をつけてほしいのは、そのゲゼルシャフトになっても、ゲマインシャフトがなくなるわけではないっていうことですね。これはちょっと考えるとわかるんですが、我々もゲマインシャフトを持ってますよね。ゲマインシャフトって具体的に何だかわかりますかね。まあ、これも出題されるので言っておきますと、ゲマインシャフトの代表例としては家族が挙げられるわけですね。家族っていうのは、まあ、生まれながらにして決まっているもんであって、まあ、原始的な共同体だというふうに捉えられているわけです。一方、ゲゼルシャフトの方は、まあ、選べる、共同体ですね。で、これは、まあ、発展した、共同体だと考えられています。で、ここでも社会学者の、悲観的な、特徴というのが出ていて、まあ、その社会っていうのがゲゼルシャフトに覆われていくってことが、また問題になってくるわけです。で、まあ、テンニスはあんまりそこまで言ってませんが、まあ、テンニスに関して言うと、ゲマインシャフトが本質意思で、ゲゼルシャフトが選択意思だというのが、まあ、重要になってきます。これもまた逆に出題される可能性ありますので、つまり、ゲマインシャフトが、どっちだ、選択意思でと書いてあると、これは間違いだというふうになるわけです。で、もう一つ、一人大事なのがマルクスになります。マルクスは、だいぶ、その、ウェーバーとテンニスの先輩みたいな人で、まあ、その時代は社会学というのはなかったわけです。ちなみに社会学というのは、デュルケムが、
大学に社会学部というのを設置するようになってから初めて社会学という学問ができたとされています。まあ、これは試験に出ないのでメモらなくてもいいです。で、社会学の祖っていうふうに、まあ、ウェーバーとデューケンも言われるんですが、それより前の時代のマルクスも重要だっていうのは、なんでかというと、近代化っていうのを、資本家階級と労働者階級の階級闘争として捉えたということが、極めて重要になってきます。で、ですね、マルクスの場合、もう一つ重要な考え方として、唯物史観という、唯っていうのは唯一の唯に、物質の物に、歴史の史に、観光の観で唯物史観ですけれども、観光っていうのはトラベルの方ですね。で、なんていうのかな、その唯物史観っていうのは、物質によって社会が決まっているという考え方です。で、これはマルクスの当時の考え方からすると革命的な考え方でした。というのも、まあ、それまでは理性を中心に考えていました。まあ、理性ってわかりますよね。理性的とかいうような。つまり、人間の主観っていうのが中心の考え方でした。これに対してマルクスは、物質は社会を決定する。ているという唯物論を唱えたわけで、さらにそれを歴史に展開していったわけですね。歴史は物質で決まっているというのが、まあ、唯物史観の簡単な定義ということになります。で、物質で決まっているという物質って何かっていうと、まあ、簡単に言うと生産されたものですね。で、生産というのは何かというと、生産手段と生産様式によって決まると、マルクスは、唱えています。この辺は多分テストには出ないと思います。ただまあ出るものとしては、その生産手段と生産様式によって社会はどう分かれているのかっていうのが出るかもしれません。で、まあ私が覚えている限りでは奴隷制から出発して、まあ、封建制になって、なんか他に挟まるかな。あ、原始共産制とかにも入るかもしれませんが、ともかく近代は、資本主義ということになるわけです。で、資本主義において階級はどうなるかというと、資本家階級、これは生産手段を独占している集団ですね。と、労働者階級、これは生産手段から阻害されていると言いますが、阻害っていうのは、祖っていうのは疎遠の疎、外っていうのは外国の外ですね。阻害されているというふうに、というわけですね。ここまででまあ、わかんないことありますかね。ちょっと、早いペースで話してますが、実はまあ、社会学者の話は前半で終えて、後半は、社会問題の話に切り替えたいと思っているので、ちょっと早めに話してますが、どうでしょうかね。マルクスの場合は、今言ったような階級闘争っていうのが大事になってきます。で、階級と階層っていうのの違いについては、過去に出題されたことがあります。ただし、これは結構悪い問題だと私は考えています。まあ、なぜなら、社会学者の間でも階級と階層の違いというのは結構説がバラバラですね。学説によって違います。ウェーバーの階級の定義っていうのもありますし、まあ、マルクスの階級っていう話で言うと、階級っていうのは生産手段を所有してるか所有してないかっていうので分かれるわけですが、一方、階層っていうのは、地位、名誉、威信などが同じ集団のことを階層と呼ぶわけですね。ただし、この階層の考え方というのは、
社会階層といった時の階層の考え方なので、では、これは、じゃあ、階層といったとき、ただ一つの定義かっていうと、ちょっとこれは難しい問題ですね。だから、私だったらそういう出題はしませんね。で、話が飛び飛びになってますが、とにかく、ウェーバーとデュルケムとテンニスっていうのが重要で、それより前にマルクスがいて、唯物史観と階級闘争ということを言ったと。で、階級闘争の時、労働者側に立つのは共産党という党ということになります。日本にも二反共産党っていうのがありますね。しかし、じゃあ彼らが共産主義かっていうと、私は違うと思っています。まあ、これは絶対出題されないので、安心してほしいんですが、まあ、雑談として言うと、まあ、日本共産党というのは、ちょっと、あまりに、議会主義っていうことですね。議会で勝負するっていう。まあ、それが政治じゃないかって思う人がいるかもしれませんが、政治というのは広く取ると、やっぱり社会運動も含むわけですね。社会運動っていうのは、簡単に言うとデモとかですね、座り込みとか。ああいったことで、これは暴力を伴います。で、日本共産党っていうのは、過去にすごい武装闘争を一回やってます。1950年代ですね。それで大失敗したので、その反省で、武力はこうゼロに近づけていくっていう。まあ、デモとかやりますが、じゃあ過激なことをやるかっていうと、やらないっていう党になっています。で、まあ、暴力の話が出たので、ついでに言うと、労働者階級が勝つという話になってくるんですが、で、最後、社会主義になるわけですが、この革命ですね、資本主義の社会で起きる革命というのは、やっぱり暴力を伴います。生産手段を奪い取るときには、少なからぬ暴力が必要で、まあ、要は問題はどこまでの暴力を許容するかという話になってきます。この辺は出題されないので雑談として聞いてもらいたいんですが、どこまで暴力が許容されるかというのは、まあ、非常に哲学的にも難しい問題ですね。で、哲学者も基本わかっています。その暴力が必要だということを。ただし、哲学において暴力を正当化してしまうと、これはもうちょっと、過激派と一緒になってくるっていうか、危険な思想っていうことになりますよね。その暴力を肯定する思想ですね。なんで、近代っていうのは暴力を否定する思想っていうのが、まあ、尊重されるわけです。まあ、単純に考えて、やっぱり暴力を肯定する必要は嫌ですよね。ですが、まあ、社会主義革命っていうのには、まあ、暴力も必要だということになります。で、まあ、社会主義革命が起きて、社会主義になった。確かになりました。で、もう皆さん忘れてるかもしれませんが、世界が、資本主義と社会主義の2つの陣営に分かれてた時代っていうのは、1945年から1989年まで、まあ、続いたわけで、これを冷戦、冷たい戦いと言いますが、コールドウォーですね。まあ、なんでコールドウォーっていうかっていうと、まあ、熱い戦争っていうのは、まあ、その核兵器を使った戦争ですが、まあそこまではならないけど、まあギリギリの戦いをやってたっていうのが、まあ冷戦時代っていうことになります。で、私は冷戦時代知ってる年代なんで、まあとにかくもう恐怖でしたね。その、いつ核戦争が起きるのかっていう、そういう恐怖があったわけで、風の谷のナウシカって見ましたかね。あれはもう、もろその核戦争後の世界みたいな。あれは腐海っていう、腐った海っていう腐海っていう例えで
言われてますが、基本的には放射能汚染地域ですね。まあ、それにこう汚染されていて、みんなマスクをかぶっているという、そういう話ですが、まあ、今の時代にも通じますよね。新型コロナでみんなマスクしているという状態ですね。どうですかね、皆さん。風の谷のナウシカって見ますかね。こういう時に投票機能があると便利ですが、まあ、ちょっと話は進めていって、結構まだ話すことがあるんで、まあ、これが基本の伝統的な社会学者ですね、4人。ウェーバー、デュルケン、ケンギス、マルクス。だとすると、次に述べるべきは、やっぱりパーソンズですね。で、この人が社会システム論というのを唱えたことで、この授業の名前も社会システムと社会理論という名前になっています。で、社会システムっていうのは、やっぱり社会学の中では、劇的な概念でした。でしたっていうのは、今の社会学者はパーソンズは使いません。これは結構はっきりしていて、まあ、パーソンズの概念の欠陥っていうのは、ちょっと整理しすぎっていう欠陥ですね。整理するのはいいことだっていうふうに思うかもしれませんが、まあ、しすぎはちょっと困るっていう、まあ、そういうのが社会学者の共通認識です。で、まあ、どういうふうに分類したかっていう話で言うと、AGIL 図式っていうのが重要になってきます。この辺出題されるかもしれないので気をつけてください。2020年度の問題では、パーソンズの主義主義的行為論っていうのが出題されています。これはパーソンズが唱えた話で、まあ、これ話してると時間なくなるんで、AGIL の話だけしますと、A がアダプテーション、G がゴールアテインメント、I がインテグレーション、L がラテントパターンメンテナンスという4つに分かれるということを言いました。で、これが近代化によって全体社会を、まあ、考えた場合、A が、ゴールアテインメントなんで政治、G がですね、G がゴールアテインメント、あ、間違えました。A がアダプテーションだから、経済ですね。ちょっと間違えました。アダプテーションだから経済。G がゴールアテインメントだから、政治。I がインテグレーションだから、まあ、小さな意味での社会。L がラテンドパターンメンテナンスなんで、信頼とか信託システムって訳しますけど、まあ、これに分かれていくっていうふうに整理したわけですね。で、整理しすぎっていうのは、つまりは、まあ、近代化の過程が、まあ、A から起きてくるっていうような話をしてくるわけですね。で、これはちょっとやっぱり単純化しすぎですね。経済の中にも政治的な側面がありますし、社会の中にも経済的な側面がある。まあ、これは当たり前の話で、それをこう切り分けてしまうっていうのは、やっぱりまあ問題ではないかなというのは私は思います。ちなみに日本の近代化については、富永啓一という人が、L から始まっているという、まあ理論を唱えていますが、まあこれも結局パーソンズの議論の欠陥というのを繰り返しているというふうに私は思います。で、パーソンズと並んで、まあ、重要な現代の社会学者というと、ルーマンですね。ルーマンは実はパーソンズの直系の弟子です。で、ルーマンは何を言ったかというと、システムっていうのは、システムの箱っていうのを書こうと思ってるんですけど、もうこのシステムっていうのは、こういう境界、囲うこと、それだけだっていうことを言ったわけですね。こ
これは Parsons のシステム論と比較すると、まあ、めちゃくちゃこう、研ぎ落としてくるわけですね。Parsons は箱があって、まあ、インプットして、映ってないな、インプットして、アウトプットして、フィードバックするという話を、まあ、言いましたよね。で、電子レンジシステムとかだと、インプットして電子レンジに入れて、で、アウトプットすると、で、あったかいご飯が出てくるというところまでは、まあ、いいとして、では、フィードバックっていうのが何かっていうのが、パーソンズの議論だと見えにくいっていう欠陥があります。で、この場合のフィードバックっていうのは、人間がご飯を食べて消化して元気になって、まあ、もう一回電子レンジに入れるっていうシステムは、電子レンジシステムの、まあ、フィードバックに当たるわけですが、まあ、このフィードバックっていうのが見づらいですね、パーソンズの場合。で、一方、ルーマンはもう囲うことだけが、システム、囲うことだけがシステムだっていうふうに言ったわけです。で、外側は環境だっていうふうに、システムと環境の二元論で話を進めていきます。で、じゃあシステムの機能は何かということが問われるわけですね。パーソンズの場合は AGIL という機能があると。書いたわけですが、パーソンズは、ルーマンは一言で、複雑性の縮減、縮小の縮に減少の減ですね。複雑性の縮減というのは教科書には載ってませんが、これがあるということを言った人ですね。最近はコンプレキシティの略語として複合性という訳もあるんで、もしかするとルーマンの問題で複合性の縮減って書いてあるかもしれませんが、内容は一緒です。で、これは何かって説明すると長くなるんで、簡単に具体例だけ挙げると、マクドナルドで並んでるとしますよね。で、その時っていうのは、ポーキが突っ込んでくるとは思ってませんよね。思ってる人いたら、まあ手挙げてほしいんですが、まあ、ニューヨークの人はそれを思ってる人もいるかもしれません。実際にテロがありましたので、そういう被害に遭われた方は、マクドナルドでも怖いっていう人が、一定数いると思いますが、まあ、基本的に人間は、そういう可能性は考えないわけですね。このように、こう、可能性をどんどん捨てていくと、ある意味複雑さを捨てていくっていうのが、システムの、一つの機能だっていうふうに、ルーマンは言い切ったわけです。で、ルーマンに関して言うと非常に難しい理論家なので、まず出題されることはないと思いますが、まあ念のため一応教科書に載っていることは覚えておいてください。近代化についても、間接的社会から、階層的社会になって機能的社会になるみたいな理論を唱えてますよね。で、この場合、近代の切れ目っていうのが、間接的社会だけが、全近代で、近代は、階層的社会と、機能的な社会っていうのに分かれるっていうことですね。ルーマンと並んで、まあ、現代の社会学者として有名なのが、ベックですね。ベックが出題されないっていうのは結構不思議に思ってます。世界リスク論、あ、社会、まあ、リスク論の、社会学者ですね。で、まあ、リスクって考え方は極めて重要で、まあ、経済学でも言いますが、まあ、簡単に言うと不安とか危険性とかのことですよね。なんで極めて重要かっていうと、なんていうかな、潜在的機能みたいな話ですね、マートンで言うところ。潜在的機能っていうのは、まあ、その近代における、まあ、生産であったり、まあ、目に見えるものですね。
目に見えないものとして、まあ、潜在的機能があるわけですが、まあ、これに近い話っていうのがリスクの考え方で、まあ、なんだか不安であるという考え方になるわけです。で、ベックに関して言うと、この人はチェルノブイリ、原発事故の影響を強く受けていて、これでリスク論っていうのをすごい唱えたんですね。で、主な著書に危険社会っていうのがありますので、まあ、ちょっと合わせて覚えておくといいかもしれません。もしかすると出題されるかもしれません。ベックは教科書で結構繰り返し出てきている割には出題されてないので、もしかしたら自分たちの時は出題されるかもしれません。今はまあ2021年なので、まあ出題されてないということになっています。で、ベックと並んで、あともう一人重要なのはハーバーマスってことになります。で、ハーバーマスの何が重要かというと、生活世界の植民地化テーゼですね。で、テーゼっていうのはテーマのなんかもっと強い版みたいな、ルールに近い話だと思ってもらえれば、大体合ってると思います。で、テーゼといえば、ちょっと脱線しますが、残酷な天使のテーゼって曲は知ってますかね？エヴァンゲリオンの主題歌ですが、残酷な天使のテーゼっていう曲ですが、まあ、これはまあ、結構私は1995年に大学入学したので、エヴァンゲリオンもろかぶり世代なんですけど、まあ25年待ったわけですけど、完結まで2021年なので、まあ26年か、まあ25年とちょっとで待ったわけですが、まあそれは置いといて、生活世界の植民地化テーゼっていう話で言うと、近代っていうのを、2つに分けます。で、上がシステム、下が生活世界、下が生活世界っていうふうに分けます。で、システムっていうのはメディアを使っている、行為ですね。経済であり、政治であると。で、経済で言うと貨幣をメディアとして使っていて、政治で言うと法律を、まあ、メディアとして使っているわけですね。で、目的合理的行為っていうのが、まあ、支配しているっていうのがシステムの社会です。で、これに対して生活世界っていうのは、行為論で出てきたコミュニケーション的行為っていう行為に、基づいています。で、コミュニケーション的行為っていうのはメディアは言語であるわけですね。これは、リモート授業ではしにくいものの一つですが、この言語で了解するっていう、まあ、単純に言うとそういう世界ですね。で、どうしてもリモート授業ですと、私が一方的に話して皆さん聞くだけっていうことになって、コミュニケーション的行為っていうのが成り立たないわけですが、まあ、ぜひ皆さん掲示板を利用してほしいと思っています。何かまあ、最後の回まとめで結構順番とかめちゃくちゃになって話してますので、わかんない点あったら掲示板に、投稿してください。私は答えるようにしますので。で、ですね、もう一人だけ大事な社会学者として、ブルデューという、まあ、フランス人の社会学者がいます。で、この人はハビティスについて、理論化した人です。あ、で、もう一人いますね。もう一人はまた後で言いますが、まあ、こういう論で出てくる人っていうのはみんな重要な人ですね。ハーバーマスのコミュニケーション的行為論、ブリューのハビテツ論、ゴフマンの演劇論的行為論、パーソンズの収集主義的行為理論、ウェーバーの目的合理的行為とかの行為理論ですね。で、
ご自由のハビットスっていうのは何かっていうと、まあ、ウェーバーでいうとこの伝統的行為に近いわけですね。ウェーバーではもう一つ大事なこと、ウェーバーの4つの行為類型っていうのを言うと、1つ目が、目的合理的行為、2つ目が、価値合理的行為、3つ目が、感情的行為、4つ目が伝統的行為ということになります。で、最初の1、2が、まあ、合理的行為だっていうことで、近代になるとそれが発展していくという考え方ですが、ハビチュスに関して言うと、3つ目の伝統的行為に、4つ目の伝統的行為に近いということになります。ハビトスわかりにくいのは、構造化された行為と構造化する行為というのに分かれていて、こう循環していくっていう、まあ理屈なんですけど、これはわかりにくいですね。なんて説明したらわかりやすいかっていうと、まあ遊ぶとしますよね。で、構造化する行為っていうのは、まあ、ルールを考えていく過程ですね。まあ、未知の遊びをしようと。まあ、例えば、缶切りだったら、まあ、ルールがありますから、その過程はないですけど、まあ、構造化する行為っていうのは、みんなでワイワイ話しながら、まあ、何かルールを決めていこうという過程になるわけです。で、構造化された行為っていうのは、もうそのルールが決まっている行為ってことになるわけです。で、これが2つが、入れ子構造みたいになっているっていうのが、ハビティス論の重要な点になっています。片っぽだけじゃなくて、両者がこう、相互行為をするみたいな感じになっているわけですね。で、この説明でわかりましたかね。ちょっと難しいんですけど、で、これが伝統的行為に近いっていうことも、まあ、なんとなく分かってもらえれば、嬉しいんですが、どうですかね。で、もう一人いるので早めに喋ると、ゴフマンがまた大事ですね。で、結構ゴフマンは出題されます。で、この人は役割理論の、継承者っていうことが、位置づけられます。で、役割理論っていうのは、まあ、極めて重要で、なぜなら、まあ、社会福祉と直結するからです。で、特に、ゴフマンが言った役割集合が小さい、大きいという概念ですね。これが極めて大事で、役割集合が小さい、組織というのが、軍隊、病院、あと何ですかね。まあ、官僚もですね。そういう組織っていうのを、全政的組織っていうふうに言いましたね。トータルインスティテューションでしょうね。で、全政っていうのは全部の全に、制度の制に、的に、施設、あ、施設ですね。組織じゃなくて施設ですね。で、まあ、これになると最悪だよってことをゴフマンは、注意喚起したわけですね。つまり、病院も、医師と患者の、関係だけに役割が、集中してしまうと、これは最悪だっていうことを言ったわけですね。で、役割集合が大きい、まあ、病院っていうのもあるわけで、そういう病院というのは何かというと、医師と患者の二元論みたいなのではなくて、患者の自主性みたいのを重視した病院ということですね。皆さんはまあ社会福祉士になったら、そういう病院をまあ作ってもらいたいなと思っています。で、まあ、患者に自由を
認めるっていうのは、これは一言で言うと簡単ですが、実現するためにはかなりの努力が必要です。で、基本は、まあ、病院ですから、投薬治療っていうのが、薬を投じる治療っていうのが中心になるんですが、投薬治療を続けていると、当然ながら、患者の自主性というのは奪われていくわけですね。簡単に言うと、睡眠薬がいい例で、睡眠薬、効けば効くほど、自分の意思とはかけ離れた眠り方をするっていう状態になるわけですね。私は睡眠薬を飲んでるんで、よくわかるんですが、これ効きすぎると、一番怖いのが、一番じゃないですけど、二番目ぐらいに怖いのが、筋肉痛になるんですね。なぜかというと、寝返りが打てなくなるっていう、そういう地味にきつい、状態になります。で、これで体の節々が痛いっていうのが、まあ、私悩まされた、現象ですが、まあ単純に量を減らせばいいので減らして飲んでますが、まあ効きすぎるとそういう行為が、結果が出てくるわけです。で、さっきの全盛期施設の話で言うと、投薬治療を続けていると、患者の自主性というのが奪われている中で、まあ、どうその自発性というのを引き出すかというのが、まあ、皆さんに問われているわけです。で、まあ、社会福祉士というと、まあ、マネジメントの方ですね。前線でその福祉に当たるんではなくて、マネジメントする仕事だと思いますが、まあ、どうこう組み合わせていくと、クライアントですね、の実践を引き出すことにつながるかということは、ぜひ考えてもらいたいことと、あと、まあ、この話で言うと、専門職の概念ですね、属性じゃなくて、業績とか、いくつでしたかね、パターン変数の話ありましたよね。あれも重要ですので、心の片隅に、止めておいてください。患者を属性で区別する。例えば男女ですね。こういうのは最悪の専門職の人ってことになりますので、ちょっと7つだったかな。ちょっと今忘れちゃいましたけど、パターン変数っていうのがありますので、まあ、その業績属性とかで、感情中立と、感情的かなとか、いくつかの対立概念で成り立っている、パターン変数っていうのも、パーソンズが言った話ですが、覚えておいてください。これは出題される可能性が結構高いです。というのも、パーソンズが出題されたっていうのは、結構劇的なことなんですね。で、これは試験対策的な話になりますが、まあ、まずパーソンズは出題されてきませんでした。で、さっきに言った理由からですね。今の社会学者でパーソンズを信じているっていう人はまずいません。なので、出題されてこなかったんですが、なぜか2020年には出題されていません。で、続けて同じ人が問題を作るとすると、続けてパーソンズについて出してくる可能性も高いので、パーソンズはちょっとしっかり勉強しておいてください。で、もう時間がないので端折りますが、マートンが特に重要です。マートン何が重要かっていうと、準機能と逆機能、潜在的機能と潜在的機能っていう組み合わせありますよね。あれがまあ特に重要ですね。で、準機能っていうのはシステムにプラスになる、機能で、逆機能っていうのはマイナスになる機能っていうことで、まあこれはわかりやすいですね。で、もう一つの顕在っていうのがちょっと難しい字ですけど、顕っていうのは、まあ、顕著の顕なんですが、で、まあ、存在の在で的ですが、まあ、顕在的機能っていうのは目に見える機能ですね。
で、潜在的機能っていうのは目に見えない機能ということになります。で、まあ、結構簡単に思えるかもしれませんが、まあ、社会学者というのは、さっき言った逆説的っていう話ともつながってきますが、システムの潜在的機能を探そうとするのが社会学者ですね、基本的には。潜在的機能っていうのはある意味当たり前なわけですね。常識なわけです。で、社会学者というのは常識を一旦手放すということをしますね。これは佐藤俊樹さんという、まあ私の、同じ師匠の、文科生のかなり偉い先生ですが、東大の先生ですが、まあこの人が言ってる話で、常識を一旦手放すということをして、で、もう一回常識に戻るっていうことをすると。じゃあなんで手放すのかっていう気になるかもしれませんが、着地する常識は最初の常識 A っていうか、最初の常識から違う常識にこう移動するっていうふうに、考えるわけですね。だからなんか皆さんもひらめいたっていう経験あると思うんですが、社会学者もそれを、まあ、狙ってるわけですね。何かこう、ひらめきで、ちょっと常識をずらして、常識から離れて、で、まあ、重要なのが、もう一回常識に戻ると。で、なんで戻らないといけないかっていうと、結局、常識に基づいてない話っていうのは、絵空事にしか聞こえないっていうことですね。絵空事って難しいかもしれませんが、まあ空想にしか聞こえないっていうことですね。これは宗教とかの例にとると分かりやすいと思うんですが、宗教はまあある意味常識じゃなくてもいいわけですね。で、私はキリスト教なので、キリスト教の例を出しますと、まあイエス・キリストっていうのは、まあ最後死ぬ時に十字架を背負って丘を登って、槍で刺されたのに、蘇って、で、売春婦に話しかけて、で、売春婦がそれを弟子に伝えて、まあ、イエスが蘇ったっていうことを、まあ、信じている宗教ですが、まあ、これはちょっと常識外れですよね。ですが、まあ、これは、あながちなかったかっていうと、あり得る話で、なぜなら、西洋は土葬なんですね。土に埋める形なんで、日本のように火葬してしまう状態だと、さすがに蘇るのは無理ですが、槍で刺しても、まあ、心臓に達してなくて、まあ、むくってこう起きて、まあ、最後の力を振り絞って、売春婦に何か伝えたっていうことは、まあ、ありえなくもないですね。で、また自分で戻ったっていうオチなんですが、まあ、この戻るの大変ですよね。まあ、価値合理的行為って言えると思うんですが、まあ、常識で考えたら、蘇ったらそのまま医者に行きたいのは、我慢して、まあ、自分で寝て元に戻ったっていう話になってるわけで、まあ、これが蘇りの、まあ、真相じゃないかと私は思ってますが、この話は多分キリスト教と聞いたらそんなことはないっていう、つまり神様がいるみたいな、そういう説明をしてくるわけですね。で、これはじゃあ近代の常識かっていうと、やっぱり近代では神は出さないっていうのが常識ですね。あくまでも科学を信じるっていうのが近代の常識なので、ちょっとまあ現代社会においては、まあ、異質な存在ですね。宗教が悪いっていう話ではなくて、近代の中でどういう位置づけかっていうと、宗教っていうのはやっぱり皆さん宗教の話、あんまり聞きたくないですよね。どうですかね。まあ、家によって違うと思うんですが、まあ、人によっては、私の家にいたく宗教を全然普通に話してる家もありますし、まあ、人によっては仏教の話ですね、浄土真宗とかの話をしている人もいると思いますが、まあ基本的に日本は無宗教ですね。この無宗教っていうのもわかりにくいんですけど、
本当にじゃあ、無かっていうと、皆さん神社に行きますよね。初詣に行きますよね。おみくじ引きますよね。じゃあ、これ宗教じゃないのかって言ったら、立派な神道っていう宗教ですよね。でも、無宗教だっていうっていうのが、まあ、日本人の特徴になるわけですが、まあ、これぐらいで、まあ、社会学者の話っていうのは終えたいと思います。で、もう一つ大事なのが、まあ、社会福祉士と直結して重要なのは、社会問題の、パートですね。これを考えてほしいということです。社会システムと社会理論っていうのは、先に詰めると、社会学者が言った理論の話と、まあ、社会問題、社会システムで起こっている問題と、この二つに分けられるわけですね。で、この二つがどうつながるかっていうのが分かりにくいので、皆さんきっと勉強しにくいと思うんですが、まあ、とにかくつながるわけですね。まあ、どうつながるかっていうと、社会問題いろいろありますが、一つこう、何が大事だっていうふうに言うと、自殺なんですね。で、ここでデューケームが出てくるわけですが、デューケームの主な著書っていうのは自殺論で、アノミー的自殺って言ったんですが、自殺っていうのは、その社会で社会問題が起きているかどうかを示す基準、難しい言葉とメルクマールって言いますが、メルクマールになるわけですね。これはその社会問題が起きていると自殺率が上がるっていう、まあ単純な関係になっていて、で、まあちょっと複雑な話で言うと、新型コロナっていう、まあ社会問題今抱えてますね、2021年時点では。で、これが第1波来たときは、自殺率が下がるっていう現象が起きました。で、これは結構説明が難しくて、つまり、新型コロナが流行ったら自殺率が上がるっていう考えるのが普通なんですが、まあこれは社会学者好きな話ですが、まあ逆説的につながっているわけですね。新型コロナ流行る、自殺率は下がるっていう関係ですね。で、これを説明するのは難しくて、フェイスオフっていう概念を使ったりしますけど、まあ、フェイスっていうのはメンツの話ですが、メンツがなくなるみたいな状態が、新型コロナの第一波の時に起こったというふうに考えられています。いまだにまあ2021年の春、というか秋、冬なので、解明はされてませんが、一つ有力な考え方としては、フェイスオフの状態になったと。つまり、メンツを捨てて、まあ、みんなこう、外に出れるようになったっていうふうに考えるわけですね。で、この中で大事なのは、ホームレスの存在ですね。ホームレスっていうのはメンツがない状態に差別なわけです。しかし、まあ、新型コロナが起こって、どういうことが起きるかっていうと、もうそんなホームレスがどんな格好をしてようが関係ないっていう状態になりますよね。そんなことよりマスク欲しいし、っていう感じですね。ちなみに、イソジンはデマです。あれは本当に悪質なデマで、まあ、この話は言い出すときりがないんですが、まあ、何をもって皆さんデマを見抜くかっていうと、これは科学で完全に分かっていて、サンプル数っていうのを見るんですね。で、イソジンの時のサンプル数っていうのは30でしたね、確か。で、これは少ないぞって思うのが普通の科学者ですね。これは文系の人も、理系の人もみんな思います。で、やっぱり医学的な話で言うと、1000は必要ですね。1000でも少なくて1万とか本当は欲しいですが、で30で何を言うのかっていうのは、まあ、研究者の普通の反応で、あ、これデマだなっていうふうに思うんですが、多分皆さんの中にはイソジン信じて買った人いるかもしれませんが、あれはもう悪質なデマで、
で、イソジンが生産しやすいからいいかっていうと、現実問題、歯医者さんですね。歯医者さんが、すごいイソジン使うんで、あの瞬間、大阪ではすごい困ることになりましたので、まあ、これをもって、もう、吉村府知事ですかね、今現在。あれはもう辞任してほしいっていうのが、私の心からの気持ちですけども、まあ何を言ってるかっていうと、まあ、新型コロナ第1波の時は、自殺率が落ちるっていう現象がありましたが、第2波、第3波の時はもう着実にこう上がり続けています。で、今何パーセントかっていうのが大事になってくるわけですが、2021年、現時点で何パーセントかっていうのはちょっとわかりません。で、まあ4%ぐらいあるのかな。ちょっとこれは、その皆さん、試験の時に必ず、厚生労働省のホームページで検索して、数値を、きちんと調べておくようにしてください。で、配ったレジュメとかには、時代が古いのがありますので、必ずそれは訂正して、何年ですかね、皆さん受験するのは。3年後かな、になるんですが、その時の数値ですね。このまま新型コロナが進むと5%、6%とか上がっていくと思うので、それをしっかり把握するっていうのが、この社会理論と社会システムの重要な仕事になってきます。これは結構骨が折れる仕事ですね。私も実際試してみたんですが、自殺率とかはまあすぐ出ますが、例えばパートの人の割合というか、非正規雇用の割合とかを、じゃあ1945年から調べられるかっていうと、統計がなかったりしますね。で、あと途中で区分が変わってるっていう場合もあります。ですから、まあ何年の時点で、まあ非正規雇用が何パーセントかっていうか、そういうのは大事になってきますね。で、私が思うに悪い問題の一つのパターンとして、その1960年代は何パーセントで、2020何年は何パーセントであるとかいう問題が出るときありますが、まあ自殺率に対してそんなにこう統計を追わなきゃいけないのかっていうと、私はそんなことないと思いますので、今の数値をしっかり覚えておくってことをまず基本にして、まあ余裕がある人は遡って覚えてください。で、遡って覚えるときは、こういうグラフがありますので、グラフの状態っていうのを、こうなってるのか、こういう山になってるのか、こういう波のようになってるのか、まあそういうので、直感的に覚えるといいと思います。で、社会問題の一つは、その自殺論でわか、自殺でわかるっていうことですが、二つ目は人口ですね。これは今深刻な問題が起こっています。で、簡単に言うと、少子化ですね。まあ、高齢化もありますが、まあ、はっきり言って、子供が産める社会になれば、それで問題は解決するわけですね。人口爆発はもう日本では起こりません。で、それを心配する必要はないので、子供に育てる社会、育てられる社会っていうのを作ってくる必要があるわけで、まあ政府はそこに予算を注ぎ込むべき話を、まあ新型コロナの時のように、まあ GoTo トラベルとか、そういうわけのわかんないことにお金を使ってるっていう状態ですけど、まあ福祉で言うと、つまりは子育て関係と、あとは女性問題ですね。まあ結局は子供は誰が産むかっていうと女性が産むわけですね。で、この女性に優しい社会でない限り、
まあ、日本でこう、子供を産もうっていう気になる女性っていうのは出てこないと思いますね。で、皆さんどうでしょうか。子供を産む気はありますか。この辺は投票を取りたいんですが、産むっていう人は半分ぐらいしかいないような気がします。半分ぐらいは産みたくないっていう人もいると思います。で、理由は簡単で、キャリアを途中で切断されるわけですね、出産で。で、これは先進国の中では日本ぐらいですね。で、韓国ももう社会は変わってます。で、韓国がなんで変わったかっていうと、議会ですね、議員の数を半分を女性にするという、無理やり女性にするという政策を取ったわけですね。で、このおかげで社会全体で女性の社会進出っていうのが進んで、まあ、男女平等な社会っていうのが韓国ではまあ実現してるわけですが、残念ながら日本では、未だに男性が有利、女性が劣位な関係になっています。で、これを続けてる限りは、やっぱり産みたいという女性が出てこないんで、まあ単純に男性が子供を作りたいといったところで、まあ嫌だ嫌だって拒まれるっていう状態になるわけですね。これはまあ少子化の基本的な構造ということになります。で、人口が減ると何が困るかっていうと、で、日本は特に高齢化が進んでるんで、従属人口指数とかいう言い方しますが、若い世代ですね、生産年齢の人口ですが、と、あとまあ、超高齢者ですね、もう働けない人を、ちょっとなんか今説明間違えたな。働ける人が支える側ですね。で、支えられる側は働けない人で、子供とか超高齢者ですね。こっちですね。話間違えましたが、働ける人っていうのが生産年齢人口で、で、働けない人っていうのが子供や超高齢者っていうことになりますが、これの数値っていうのが、めちゃくちゃこう、従属人口指数だから高くなってるということが、言えます。で、人口オーナスっていう言い方もしますが、人口ボーナスっていうのはいい状態ですね。働く人の方が多くて、働けない人の方が少ないという状態ですけれども、オーナスっていうのはボーナスの、逆の意味で、人口オーナスに、まあ、今突入しているというのが日本の状態です。この辺は人口についてね、結構じっくりやりましたので、ぜひ復習しておいてください。で、皆さん、数値が苦手っていう人がいると思うんですが、この辺はわざと数値を聞いてきますので、直近のっていう言い方しますが、試験の直前のそれぞれの割合ですね。例えば、その単独世帯が何パーセントでとか、単世代世帯が何パーセントでとか、そういうのは、覚えておくようにしてください。これはちょっと厳しい話ですが、まあ実際出題されるので、まあこれはあんまり遡る必要もない気がしますが、まあ大体のこう状態っていうのはわかるようにしてください。で、それはまあ人口転換っていう話につながってくるんですが、まあ第一の人口転換と第二の人口転換と、まあ今進行中なのは第三の人口転換っていうことですが、これが前近代、近代、まあ、ある意味、後期近代っていう分かれ方になっています。で、人口転換の前近代っていうのは、どういう社会だったかっていうと、
まあ、子供がたくさん生まれて、たくさん殺している社会ですね。江戸時代っていうのは、実は、こう、堕胎ってわかりますね。わかりますかね。堕落の段に、胎児の胎で、殺してましたね。まあ、皆さん大学生なんで言いますが、セックスして子供ができると。当時は避孕具がないんで、それを殺すってことを、大量に日本人はしてましたね。で、瑞穂供養って知ってますかね？水の子供の供養。で、瑞穂っていうのは、つまり堕胎で死んだ霊のことを瑞穂って言うんですが、まあ、日本で瑞穂供養っていうのが多いっていうのは、そういう背景があります。で、もう一つは戦争の時ですね。これは私の、緊急テーマと重なるんですが、戦争の時、その日本人っていうのはソ連軍に侵されたんですね、大量に。で、それは旧満州と言われる中国東北地区で大量に侵されて、で、妊娠しちゃって、で、それを中絶するっていうのを強制的に行いました。で、これがすごい問題になってくるわけで、つまり、本人の意思と関係なく、政府がもう政策として、強制的に中絶するというのを進めて、つまり女性の意思はまあ踏みにじられたわけですね。で、まあ、水子供養の話に戻すと、この時に大量に死んだ水子のことも供養するっていうので、比較的最近、江戸時代に比べては最近にできた水子地蔵とか水子供養っていうのもたくさんあります。皆さん、まあ、興味があったら水子供養とか、水子地蔵とかを調べてみてください。これは社会福祉にも、まあ、直結する話だと思いますね。つまり、産む権利の話ですね。産む権利を侵害するのが強制中絶ということになりますが、まあ、ひどい話ですよね。人間誰しもが人を産む権利がある社会になってほしいものですが、残念ながら日本では、まあ、産む権利がない感じになっていて、まあ、はっきりとは言いませんが、まあ、政府の政策がそういう方向に向かっているので、まあ、例えば非正規雇用に厳しい社会であったりとかすると、女性はパート労働が多いので、結局子供を産めないっていう状態になるとか、事実上、その産む権利を奪っているような政策を日本政府はずっと続けていますので、で、あとは今のデフレですね。経済学の用語ですけど、インフレの逆のデフレっていうのがずっと続いているのは、まあ単純に言うと給料が上がらない社会ですね。で、これは海外の人から見ると、すごい奇跡的な社会なんですね。で、皆さん外国人の気持ちになってみてって言っても難しいと思うんですが、日本ではずっとデフレが起こってるんで、1万円で、まあ、贅沢ができますね。皆さん1万円あったら何しますかね。私はカニでも食べに行きたい気持ちですが、まあ、何します？ 1 万円だとカニは食べられないかな。いや、でもカニ道楽とか行けばカニ食べられますので、で、これが海外の人からすると、為替相場とかの関係で、1万円でこんなことできるの？っていう驚きの価格なんですね。例えばホテルが一番わかりやすいですね。ホテル、私よく使うのがリッツモンドホテルっていうホテルですが、ここは7500円とか、超安いんですね。で、海外から来た人は、こんな高級ホテルが7500円っていうふうにびっくりするわけですね。で、まあ余談ですが、その新型コロナが終わったら行きたい国ランキングっていうのがあって、で、日本がダントツ1位ですね。日本に行ったことある人は、もう必ずその物価の安さっていうのに気づくので、例えば私このメガネですけど、8万円してます。
でも、海外の人からすると、例えば中国人からすると、まあ、お金持ちですけど、10万円なんか普通に払えるんですね、パッと。で、そのメガネで10万円でいいの？パッと買うっていう。そういう現象は、まあ、あったわけですね、新型コロナの前は。今はもう中国人観光客いませんので、そういう現象ないですが、まあ、皆さん、メガネ、作るときは、メガネのパリミキがいいですよ。これは宣伝ではなく、チェーン店、いろいろメガネありますが、パリミキが一番高級ですね。高い、とにかく。ただし、やっぱり目のことは大事ですので、特に社会福祉士とかやると、まあ、皆さん試験や、勉強してると多分目が悪くなると思うので、メガネの話してますが、まあ、パリ抜きで買った方がいいですね。そのメガネ市場とか、まあ、あるうちいうわけでもいいんですが、やっぱ値段に対応して、質が低いので、皆さん、安物買いの銭を失いって知ってますかね。安物買ってると銭を失う結果になると。まあ、そういうことなんですね、簡単に言うと。で、100円ショップでよく味わうと思うんですが、特に刃物ですね。ハサミとかカッターとか、辺は100円ショップはあんまり切れないですね。包丁とか。で、刃物はやっぱりすごい技術が高くないと作れないので、やっぱり日本製の、まあ、ハサミとかだったら1000円ぐらいのハサミを買っておいた方が、まあ、スムーズに勉強できるんじゃないかなと思いますね。1000円でハサミっていうと皆さん、ええと思うかもしれませんが、まあ、研究者も紙を使う仕事なので、まあ、1000円ぐらいのハサミだったら買うかって言って買いますが、まあ、とにかく切れ味を重視して買ったら、文房具屋さんで1000円ぐらい払って、まあ、メガネを買うというのがいいと思います。で、まあ、以上雑談ですが、一つ目が自殺、二つ目が人口というところまで話したと思います。で、人口の話は家族の話と関わってきますので、この辺は関連づけて勉強するようにしてください。少子化の話ともつながってますし、単独世帯が今多いっていう話ともつながってくるわけですね。で、めちゃめちゃ大事な話としては、その家族と世帯の違いっていうのは繰り返し出題されています。で、微妙な違いで、で、家族についても微妙で、何が微妙かっていうと、血縁関係っていうのは絶対ではないってことを頭に入れておいてください。で、これは言いましたけど、その養子ですね。養子の存在を考えるとすぐわかるんですが、とかく私たちは血のつながりを家族の決定的な要因だって考えがちですが、血のつながりっていうのは、まあ、置いといてって感じですね。で、まあ、ゲマインシャフトだっていうことですね。たとえ血のつながりがないとしても、大学生ぐらいまで一緒に育った、家族がいるとしますよね。で、もう家族じゃなくなって、まあ、外に出てったとしても、それはその人は、例えばお姉さんだったりしたら、まあ、義理のお姉さんみたいな気持ちになりますよね。だから、家族っていうのは広い概念ですね。これに対して、世帯っていうのはかなり狭い概念です。で、これは、まあ、どう狭いかっていうと、世帯は、なんだっけ、まあ、家計を共にしている、集団っていうのが世帯ってことになります。で、これは引っ掛け問題が、単身赴任っていうのが、同じ世帯であるっていうのが、まあ正解で、これが同じ世帯ではないって書いてあったら間違いみたいな、そういう問題ですね。で、家族の引っ掛け問題は、さっき言ったような、
血縁関係だけは家族であるみたいな比較問題が出るわけです。で、たまに英語でステップファミリーとかいう言い方をしてきますが、私はあんまり関心できない問題で、つまりなんか英語にしてごまかすっていうのは、なんかあんまり正当方法ではないなというふうに私は思ってます。プライマリーグループとか、セカンダリーグループみたいな話と一緒ですけど、あれなんかもう第一集団、第二集団でいいじゃないかっていうふうに私は思いますけど、まあ、出題する人はそういうきっかけを作ったんでしょうね。で、三つ目の社会問題としては、やっぱり今は環境問題ですよね。これは避けて通れない問題だと思います。で、これは日本の社会問題かな。ここで説明したと思いますが、まあ、かつては公害というふうに呼ばれていました。で、かつてっていうのは、まあ、高度経済成長期ですね。1955年から1973年。で、それから80年代にかけては、公害の時代でした。で、公害っていうのは工場から排水を垂れ流すみたいな、事件で、まあ、一番ひどかったのは水俣病っていう。これなんかも出題されるかもしれませんので、社会で習ったかもしれませんが、四大公害病は言えるようにしてください。水俣病を、痛い痛い病を、第二水俣病を、四日市喘息の四つですね。で、まあ、公害っていうのに比べて環境問題っていうようになったのは90年代以降ですね。なんでかっていうと、1989年にベルリンの壁が崩壊して、先ほど言った資本主義と社会主義の対立っていうのがなくなって、世界がまあ一つになったわけですね。で、一つになってようやく生まれたのが、この地球っていうのをどう守っていくかっていう発想が出てきたわけです。で、それまではまあバカバカしいと思うかもしれませんが、まあ自分の資本主義が勝つか、自分の社会主義が勝つかっていうことだけにこう集中してたのが、まあ一応資本主義が勝利したっていうことで、まあじゃあ世界、まあグローバルな発想っていうのは、出てきたということになります。で、グローバルに見たときは、例えば大気圏に穴が開くっていうのは大問題だっていうことになりますよね。で、オゾン層っていうのは特に大事だっていう話で、オゾン層に穴を開けてたのは、まあ今はあんまり改良されてますが、昔だとスプレー缶とかに使われてた素材ですね。それがオゾン層を破壊するということで大問題になった時代があるわけですね。で、これなんかも環境問題ということが言えるわけです。で、先ほど述べたベックのリスク論の話で言うと、これまではまあ社会単位のリスクっていうのが世界単位のリスクになってくるっていう世界リスク論っていうのを、提唱したわけで、これはチェルノブイリの原発事故にもろこう重なっていて、つまりはもうチェルノブイリ起きた時にはもう資本主義とか社会主義とか抜きだっていう状態になってきたわけですね。あれは確かソ連時代に起きた事故ですが、今のロシアですが、もうとにかくあれは止めないとダメだっていう。最後どうしたか知ってますかね、皆さん。最後はコンクリート固めにしたっていう事故ですね。チェルノブイリ原発事故。で、これに匹敵する事故っていうのが福島第一原発事故で、今も続いてるわけですね。皆さんも新型コロナに集中していて、もう忘れつつあるかもしれませんが、まだ未だに放射能を出し続けているのは福島第一原発。まあ、ただし、まあ、健康に害がない程度にまでは下げてきています。ただし、注意すべきは、妊婦さんですね。妊婦さんは、やっぱり放射線とかは浴びちゃいけませんので、
これは脅しではないですが、妊娠して子供を産むってことを考えた場合は、福島は避けた方がいいですね。健康な、大人は大丈夫ですが、胎児にじゃあ影響がないかっていうと、多分科学者は誰も言い切れないと思います。枝野さんかな、官房長官だった当時の枝野さんが繰り返し言っていたのは、直ちに健康を害する被害ではありませんということをただ繰り返してたんですが、じゃあ、直ちにっていう、じゃあ、いつだよっていう話になってくるわけですね。で、官房長官の対応としては、私は正しかったと思ってますが、人によってはあれは批判すると思うんですが、国民を、なんていうか、安心させるためには、表現しかないな、というふうに、私は思っています。で、直ちに、健康を害する被害がないとか、という言い方しか、できないわけですね。結局、リスクがどの程度かっていうのは誰も予想できない。そういう事態が、福島第一原発事故で起こっていたわけです。怖いですね。私は心底怖いなと思っていて、私の個人的な経験を話すと、実は福島第一原発事故が起こった直後に東京に行ったんですね。そしたら東京の人になんでこのタイミングにわざわざ東京に来るんだって、ちょっと半分怒られて、やっぱちょっと常識なかったなっていうのは私は思いますが、ベントってわかりますかね？圧力を沈めるために放射能物質をわざとこう外気に出すっていう、蓋をポカンって開けるだけの話なんですが、それをやったっていう直後だったんで、結構東京の人はびっくりしたわけで、基本、原発っていうのは閉じ込めておくっていうのが基本なので、こう蓋をパカンって開けちゃうっていうのは、ええーっていう話になるわけですね。ただし、原発こう本当に閉じ込めちゃうと、中の圧力が高まっちゃうので、爆発するわけですね。で、それを避けるためには、ベントが必要だったわけで、絶妙なベントを、日本はしたから、今、残ってるっていう感じですが、これ何て言うか不完全な弁当をすると、爆発も避けられないし、放射能が散らばるしとか、爆発するのが最悪なんで、そこだけは避けないといけないっていう判断で、弁当っていう蓋をパカンって開ける行為をやったと思うんですが、私は成功だったと思ってますが、これも人によっては、やっぱり、この放射能を許せないっていう人もいるかもしれません。で、話はいろいろそれましたが、覚えておいてほしいのは、ニュースを見ることですね。だから、新型コロナについても出題されるかもしれません。3年後どうなっているかわかりませんが、3年後に新型コロナとはこういうことだっていうことがわかれば、それが出題されるっていう可能性が結構高いです。こういう覚悟で 試験に臨まないと、ちょっと点数取れないなっていうのが、この科目の難しいところですね。逆に言うと、ニュースを見ていると、大体のことはわかるっていうことで、最後に皆さんにお勧めしたいのは、NHK のニュース7ですね。7時から30分間やるニュース。あれを毎日見る習慣をつけてほしいなと思います。本当は新聞を読んでほしいんですけど、新聞読むのはかったるいと思いますので、ニュース30分間見ると。で、ネットニュースは嘘が多いので、とにかくテレビのニュースを見続けるということをやると、新型コロナについてもいろいろ分かってきますね。で、最後にしますが、新型コロナについては、20万本の学術論文をビッグデータ分析というのをしたと
という結果が NHK スペシャルで報告されています。で、これには皆さんの、キャンパスであるポートアイランドにある技研というところが持っている富岳というスーパーコンピューターですね。これが導入されて、学術論文の全文を分析したんですね。で、どれがこう関連性が高いかとか全部計算した上で弾き出した結論が、一つは気温ですね。気温が低いほどコロナが生き残るという結果です。で、2番目に湿度で、この2番目の湿度が難しくて、40% 以上、60% 未満ということになります。で、湿度は高い方がいいんじゃないかって思うかもしれませんが、高すぎると紙がかびてきます。で、やっぱり本をかびるのは私は嫌なので、40%でとどめますが、冬は特に乾燥するので40%維持するのは難しいと思いますね。皆さんも100円ショップで湿度計を買って、家の湿度が何パーセントかって見てみてください。うちにはあそこに、ここにありますけど、多分20%とか10%とかのパーセンテージで、それはやっぱ高齢者にしては低いという話になります。で、3つ目がビタミン D ですね。ビタミン D。これを取ることですね。で、これの発表に関しては NHK はかなり考えたと思います。つまりビタミン D を買い占める業者が出てくるんじゃないかと。イソジンと同じパターンですね。これはすごい考えたと思うんですが、ビタミン D に関して言うと、実はすぐ簡単に作れて、青魚を食べましょうっていう話になってきます。で、あと日光浴をしましょうという話ですね。で、これなんかは社会風刺とすごい関連してきて、栄養学の授業も取ってると思うので、よくわかる人はわかると思うんですが、ビタミン D っていうのはただ青魚を食べただけではできなくて、日光浴をしないとできない成分ですね。で、私はサプリメントで飲んでますけど、とにかくブリとかイワシとか、なんか背中がキラキラ光ってる魚ですね。それを、サバとかですね。それをバリバリ食べて日光浴すると。そうすればビタミン D ができるってことが分かっているので、これは発表していいだろうっていう話になったと思います。NHK ですから、買い占めが起きるような成分については、多分発表しなかったと思います。で、これは世界がびっくりしたと思いますね。つまりもう3つに絞り込んできたんで、もう気温と湿度とビタミン D だけ気をつければいいって話なので、今のところ新型コロナについてはこれが一番効くという話になります。で、今後は変異種っていうのが出てくるので、これには皆さん注意してください。変異種の中には、そのビタミン D が効かない変異種も出てくるかと思いますので、その辺ももしかしたら試験で出るかもしれませんので、新型コロナのこう動きっていうのは、ちょっとやっぱり注目してみてください。で、社会福祉の現場っていうのは、やっぱりこの新型コロナとどう戦うかっていうのが鍵になると思いますので、皆さん、あんまりビビる必要はないですけれど、しっかりこう知識は蓄えていくようにしてください。で、あとデマには注意してくださいね。イソジンみたいなデマですね。それには注意してください。それでは、皆さん、これでまとめを終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。